初回は刺さる、初回は刺さることを初見殺しっていうとばい。てかスピーやばすぎるな。確かに変化量マイナス1強そうやね。でも俺ちょっと育成しようかな。やっぱグラウンドボーラー強いね。でさ、日ハム純正の人誰かおらん？日ハム純正の人にちょっとさ聞きたいんやけどさ、ダルビッシュセレクションで登場したさ、あの超大ピンチのさ斎藤佑樹さ、使っとる人っておった？スピリーグ使っとる？あれ強い？勝てる？あれきつい。超大ピンチあってもきつい。やっぱでもあれツーシームフォークあったよね。弾遅いから無理。初回は刺さる、初回は刺さることを初見殺しって言うとばい。でも初回は抑えれるんやな。まあでも使っとる人おらんぐらい見らんたいな。ワールドスターダルビッシュ見る？日ハムスピリーグって。ああやっぱもうゼロなんや。いやでも正味ね、あれじゃないといかん場面ってないけんね。だってさ、あのワールドスターダルビッシュってさ、ダルセレの3人目、なんか3人目のダルさんが ワールドスターダルっぽいもんね。でそれにツーシームついた感じやもんね。みんなほぼダルセレ。やっぱあれが一番強いんや。てか侍使えんもんね。いやーでも他の球団のスピリーグめっちゃ気になるわ。あのピッチャーだけん、ほら俺らが強いと思っとるピッチャーがさ、そのスピリーグでは全く使われてないって多分ザラにあるやん。いやちょっと日ハム純正のことでちょっと話聞きよったっちゃん。日ハム純正で斎藤佑樹は使われとるのか。コメントはみんなが空気読んでくれた。いやエスピノーザとか使われると思うよ。いや今年のヤクルト純正マジきつそう。頑張ってマジで。てか超高速の高津って絶対強いでしょ。いや日ハム純正金かかりそうやもんね。オリックス純正と日ハム純正は金かかるやろ。斎藤佑樹とワールドスターダルビッシュ両方持ってます。選手が足りないので両方今回のスピード。いやでも勝てると思うよ、配球さえちゃんとすれば。ロッテも金かかる。ロッテ金かかるか。だって落合さんと山内さんだけでしょ。あと全部現役でいいでしょ。村田さん使ってみたいんですけど対戦できますか。おお、ちょっと対戦しようか。村田長次ね。あ、ホークスマジ金かからんよ。ホークス金かからん。ホークス全員現役でいい。ホークス0円で純正できるよ。0円、0円純正。やっぱ変化量マイナス1からが真骨頂。俺の藤井シュートライドラだったら使えますか。あー使うと思う。あ来た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 、早いくせ。これで強かった取り行こうかな。あと普通に多分中継ぎで使うかもしれん。先発で いけるんかな。いけるんやったら全然欲しいけどね。そっか4600なんやスピリッツ。いや書いてあることは強いよね。
確かに変化量マイナス1強そうやね。いや、おもろそうやね。今のもゲッツやしね。てかスピーやばすぎるな。え、こんな持ってかれるん？変化量マイナス1だと F シームのスプリット2 スプリット2 スプリット2で F でもさ、これスピでゴリ押したが強そうじゃね。ちょっとおもろいかもな。てか相手の方だ強っ。ねえ、もしかして俺のオーダーってスピー低いすぎる？でもスピリッツって技術でカバーできるやろ。てかグラウンドボーラーって強かったよね。確かあの時のエスピノーザでついとったもんね。俺もちょっと育成しようかな。セッツと変える、セッツと。セッツさんに申し訳ねえけど、セッツよりは強いんじゃない、こっちの村田の方が。成績はさ、売り出しのルーキーか沢村賞を取った男っていう成績では雲泥の差やけど、ゲームではね序列変わるんで。いや、セッツはゴリゴリの新人に負けるよ。しょうがない、それがゲームやけん。もうしょうがない、それが定めなんよ。でも俺は摂津を輝かせる。沢村賞という名に恥じぬ肩書きを背負ってスピリーグで暴れてもらう。やっぱグラウンドボーラー強いね。徳の2個合体しょっけんな、あれな。健一は中田しか知らん俺。遠藤健一もわかる。松山健一もわかるよ。三河健一。もうビーチャー変えていいよ。抑えられた。健一って結構おるね。でも俺ちょっと育成しようかな。やっぱグラウンドボーラー強いね。
しかも今の覚醒スピリッツ4600っていうのがいいな。